モンテレーは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体、コマルカデベリンに属する。ガリシア統計局によれば、2011年の人口は2973人。住民故障は、男女同系でモンテデレンス。カスティーリア語表記はモンテレー。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.14%。モンテレーは、コマルカデベリン内に位置し、 面積は119キロ平方メートルを有する。北はラサ、カストレーロドバルト、東はベリンと、西はオインブラの各自治体と、南はポルトガルと接する。モンテレーは谷と山という対照的な風景の中にあり、最高地点はメダ山地のメダ山で、海抜1091メートルである。モンテレーはベリン四方管轄区に属す。 モンテレーが最も人口を有していたのは1940年代のことで、その時点からアメリカ大陸、ヨーロッパ諸国、スペイン国内の工業地域などへの大規模な人口流出が始まり、特に1960年代にはおよそ半分の住民がモンテレーを去っていった。現在自治体内で最も住民が多い地区はアルバレージョスとビラサの各教区である。 住民は11の教区の17の地区に居住する。2007年の自治体選挙の結果、自治体主張はガリシア国民党のホセルイススアーレスコンデ。自治体評議員はガリシア国民党7、ガリシア社会党2、ガリシア民族主義ブロック2となっている。モンテレンは11の教区に分けられている。ありがとうございます。